シュタールを奏でる伊藤君夫伊藤君夫は、北インド音楽で奏でられる楽器シュタールの演奏家、愛媛県出身、宇和島東高校卒業。北インド音楽は、インドの伝統音楽の一つ、ヒンドゥスターニー音楽である。1977年、ヒマラヤのガンジス川源流のヒンドゥー教の聖地、バドリーナートで、バドリーナート寺院の聖者である、音楽修行像。 ドティトレイアラマラをパルビティカールに弟子入り。ナーダヨギというのは音楽を通して修行する僧侶のことでインドの人々からはビーナ・マハラジと呼ばれていた。ビーナは楽器の名前。マハラジは特に聖者に対して使われる。インドの東西南北を守護する四大神領というのがあるが、バドリーナートは北を守る聖地。ちなみに東はジャガンナート、西はドアールカー。 そして南インドのラーメイシュワラム。聖者と共に、インド国内の聖地を巡礼しながら、インド古典音楽とシタールを学び、5年間の音楽修行像生活を送る。1982年に、デカン高原のこと、ハイダラーバードに移り、ラーダヨギノ師匠の孫にあたる、アーンドラプラデーシュ州修立音楽院教授シタール、奏者イアトマラムに指示。8年間のインド滞在を終え、 1985年に帰国。帰国後は、ヒマラヤの気候によく似た新州、山梨県の山里で暮らしている。1990年に入滅したし、ナーダヨギの教えを受け継ぐ、シュタール奏者として、伊勢神宮内宮第四回神宮文化、芸能法の祭など、全国各地で演奏活動を行っている。ヒマラヤ音巡礼、鳥影社212ページ総当集、 全のとも平成13年10月号掲載特集、ダルマキにちなんでインド音楽に魅せられ、ありがとうございます。